清志原因は、滋賀県大見八幡市安土町寺恩寺にある浄土宗の寺院。三号は、正さ山。詳しくは、正さ山寺恩寺、清志原因。本尊は、阿弥陀如来。現在の清志原因の地には、昌平年間大見守護、佐々木六角市の佐々木氏よりより建立された、天台宗寺院の寺恩寺特院があった。寺恩寺は、その後陛下により消失した。 天正5年、織田信長は、大御国久留本軍金勝山の浄土宗の僧、清志元亡名官を安土に招いた。信長は、寺恩寺の旧地に一時を開き、名官を解散として、浄土宗に改め、清志源院と名乗った。信長は、清志源院の本堂、本尊等を、よそから移してきた。すなわち、本堂は、高村の交流寺の魅力堂を移したものであり、 本尊阿弥陀如来座像は、愛知軍から移したものであったという。しかし、阿弥陀如来座像の台座の新柱に、この尊蔵者家どもため、二階堂本尊寿信長殿様飛加工場天承六年、清原院の牧書がある。愛知軍ではなく、犬上軍甲羅町下野号にあった、二階堂法蓮院の本尊を信長が分取って、行ったと下野号の地元に伝承されている。阿弥陀如来像は、 馬での移送中、何度戻しても、いつの間にか元あった二階堂法令院の方へ向きを変えたという。天正7年5月には、信長の命により、浄土宗と日蓮宗の層による仏教論争が当時で行われた。最定の結果、衆論は日蓮宗の敗北と決したが、この最定の背後には、信長の強い政治的意志があったと言われている。ありがとうございます。